はい、こんにちは、ずんぞうです。今回はですね、夏休みスコアチャレンジもう一回やってこう。で、さっき出した動画が結構運要素高めだったんで、ちょっと今日はね、結構確定でいける、確定でこう倒せますよって、一回突破できますよっていう編成組みました。で、かりんちゃんで追撃、まあこれは変わってないです。まあ変わらず超覚醒無効貫通にして追撃武器つけてくださいっていう。で、無効貫、まあ、回復キラーいりませんっていう。で、これですね、超転生海幸山幸、まあ、この子いいなと思った。超覚醒を気分にしてください。で、攻撃キラーいりません、これはいりません。で、回復もちょっと持りました。これはね、朝顔のハーバリウム、まあ、これがまあ多少回復漏れるかなっていう。で、この火を水に、回復を闇に、火を水にできるんで8ターンで打ってる軽変換なんで、まあ普通に水の無効貫通できるかなっていう感じで。で、白ちゃん、まあ、白ちゃんも変わらず、さっきと変わらずで、バランスキラーつけて無効貫通、超覚醒無効貫通して悪魔キラーで、こんな感じで、まあ、いろんなこういう攻略編成、降臨系とかこういうなんとかチャレンジ系のダンジョンとかを結構攻略してるチャンネルなんで、まあ、もしよければチャンネル登録とか、まあ、お願いしますって感じかな。めっちゃ噛んだめっちゃ宣伝を噛んだっていう、恥ずかしい。で、OK、 これでここはまあ普通コンボしよう。コンボして、待って、まあこれでいいかなちょっと下手くそやけど OK。 これでこの盤面、まあなかなかないけど、盤面に9個あれば、水とか9個あればいいのかなっていう。で、これ打って割合回復もあるんで、で、ここで無効貫通組んで、まあこんなもんでいいかな、違うな、ここか OK。 これで無効貫通組んで OK。 まあ1コンも損失してるけど、倒せるかな、いけるね、 OK。 で、次2回がエーギル、宴じゃエーギルで、まあ、エーギルはまあ普通に突破してもいいか、突破できるかな、こういって普通にこんなもんでいくでしょうか、こんなもんで。待って、ずれたすげえずれてた、嘘でしょ。で、倒して、まあ結構なんだろう、スコアがどんだけ、もうなんてだ、 S ランク取っちゃったから分かんないんだよね、そのスコアが S ランク取れてるかっていう基準が分かんなくて、ちょっとそこは申し訳ないなって思っちゃう。その判別ができないのはすごい申し訳ない。 OK。 それで、いいよ、たこ焼きも入って、で、倒せるかな。まあでもさっきのパーティーよりかは断然安定する、断然安定するんで、まずいなその欠損も聞きたいな。これでいいかな、これで半分いける。ちょっと削ろう、ちょっと回復ありがとう。うわ、マジか、ちょっとそれダメだな、回復欠損するのはちょっとよくねえわ、非常によくねえわ。じゃあ、まあ、とにかく回復をして、ここは耐えしのぐ、耐えしのぐ、耐えしのぐで、OKOK、回復して、まあ大丈夫、まあ大丈夫で、倒して、覚醒無効しないもんね。じゃあ、まあ、ここ、まあ、本当は回復5個あればあそこ追撃できるんで、で、まあ、ちょっと打つわ、ごめんなさい、打っちゃって、一応コンボしとこう、一応念のためコンボ OK。 これでまあ繋がっちゃったけどで、13、14、まあ、倒せてしまうとで6回で、ここでまあ一応グダってもいいね、ちょっとダメージ量痛いかもしんないけど、頑張ってグダろう。なんなら調整できるかな、いい調整できるっぽくね。これで12、はい、あ、いいね、回復もできるし、あ、いい、回復もできて、なおかつ待機もできて、素晴らしいと思う。 OK、 これで OK、 回復もして、いや、ちょっとスコアがあれかもしんねえわ。
OK で、はい。で、3色組んで、まあ、こんなもんでいいかな。回復もして OK。これで、まあ、やり過ごして、回復もっと来て。3つ来て、3つ来て。なあ、来ねえ。で、まあ、しゃあないと思うんで、ここは。ちょっとまあ、水とか固めて消しとこう。このコツね。俺のコツ。ちょっとこれ、2色だけ。3色組んじゃったけど、まあ一応、うわーすごいキラー。バランス？あ、違うか。まあ一応、ぐだってますね。相当ぐだってるんだけど、まあ大丈夫かな。多分大丈夫だと思うわ。で、こういって、これでスランク取れますか？取れてますか？皆さん。取れてたら嬉しいんだけど、みんなの役に立ってほしいんだけど。で、OK。で、倒して、で、この次がルーレット来るんで、まあ、そっから回復取り出していこうって感じかな。うん。で、うわ、すごいね。なんか、がんじがらめになってるわ。で、これ、もらいの、OK。で、まあ、キーもらっとこう、OK。そこ、闇になったら OK。まあまあ、いいのかな。いいのかな。これで、で、倒せるかな。スコアが何万か分かんない。スコアが何本かなるか分かんないので。で、倒して、まあ、これは倒せますよっていう。まあ、さっきよりかはだいぶ安定したかなって思っちゃうわ。だいぶ度安定してるかなって思ってるんで。まあ、まあ、さっきのパンティーじゃねえ。さっきのパーティー、あ、待って。スコアあれだった。まあ、でもいいでしょ。まあ、さっきよりかは、普通に安定はすると思うんで、まあ、もし良ければこっちも編成真似してみてはっていう感じかな。よし、もし良ければチャンネル登録、高評価お願いします。じゃあね。